東京浜松町にひっそりと店を構える怪談喫茶。土曜の夜にだけオープンするこの喫茶店では、さまざまな怪談があなたの入店をお待ちしています。さあ、今夜の怪談喫茶がオープンするようです。伊沢しおりの怪談喫茶。皆様、怪談喫茶へようこそいらっしゃいました。パーソナリティの伊沢しおりです。毎月様々なホラーをお届けする唯一無二の怪談レーベル、竹書房怪談文庫とコラボした番組、伊沢しおりの怪談喫茶、今宵もオープンしました。今回で10回目ということで、前回はね、呪物収集家の田中俊之さんと、あと飛び入りでね、アプス修正さんにご来店いただきまして、まあ自分でも聞きましたけど、濃いお時間でしたね。お届けしたのが、まあ放送時間は30分だったんですけど、めちゃめちゃいっぱい喋っていただいたので、アーカイブの方でなんと48分版というね、ディレクターズカット版をお届けしましたが、皆さんちゃんと再生してくれましたか？私はちゃんとアーカイブがどれだけみんなが見てるのか、毎回見てるよ、ちゃんと見てるよ。本当にさ、やっぱホラーってみんな身構えるの？この間の田中さんとね、アプスさんの回もさ、めちゃめちゃ怖い話してくれたじゃないですか。私的には、田中さんもアプスさんもすごい楽しく喋ってくれるから、なんか怖い話もマイルドになってんなって思ってたけど、すごい周りから、めっちゃ怖かったんだけどってすごい言われたからさ、心配している。これでまたやっぱあの番組怖いから、あ、ちょっとこうメンタルが安定してる時じゃないと聞けないなって思われてたらどうしよう。聞いてくださいよ。なんて言ったってね、今怪談フェアもね、絶賛開催中で、全国書店さんでね開催してるんですけど、新潟に住むね、母方のおばからもね、つたやさんのコーナーの写真送られてきて、しーちゃんの特設コーナーがあったっつって、新潟でもやってんだと思って。やっぱ夏だからさ、結構やっぱ書店さん行くとそういうね、怪談とか押してるところ多くて、いいぞいいぞって思ってるから。あとほら、みんな9月のイベントも迫ってきてるから、テンション上げてきますよ。それではそろそろ始めていきます。今夜も極上の怪談をご堪能ください。伊沢しおりの怪談喫茶。この番組は竹書房怪談文庫、文化放送 A&G アカデミーの提供でお送りいたします。改めまして、伊沢しおりです。さあ、じゃあいろいろまたメールが来ているのでご紹介したいと思います。前回の感想ですね、松尾隆弘さんからいただきました。ありがとうございます。先日の田中俊之さんとアプス修正さんがゲストの回聞きました。本放送ではかなりカットされてましたが、 YouTube でたくさん聞けて嬉しかったです。いいぞ、嬉しかったです。やはりしおりさんがガチ勢でかなりテンションが上がっているのと、タイムキーパーとして有名なしおりさんが普通にお二人のお話に聞き入ってしまっているのがすごく面白かったです。9月7日の番組イベントももしかしたらこんな雰囲気が楽しめるのでしょうか。今からワクワクが止まりませんっていうわけでいただきました。ありがとうございます。本当にさ、オープニングの私の様子が尋常じゃなかったな早く進めなきゃっていう気持ちが先行しすぎて、本当に喋れてなかったからびっくりしちゃったけど、そうなんですよ。まあね、田中さんだけでも時間足りるかなと思ってたところにアプスさんも来てくれたから、本当にたくさんねお話聞いたのにカットみたいな形になっちゃったんだけど、あのね、タイムキーパーとして有名なしおりさんがって書いてあるけど違うんで、私はちゃんと時計をガン見しながら、うまいところで話を締めようかなって何回か実はしてるんだよ。してるんだけど、ありがたいことにね、田中さんもアプスさんもめちゃめちゃ喋ってくれるから、1聞くと本当に10返ってくるから、あれはね、私のせいじゃない。私が聞き入ってちょっと怠慢したわけではなくて、お二人は30分に収まる人たちじゃなかったっていうことなの。本当に。
いやーまあ呪物展がね東京タワーで開催している。もう終わってしまって次から、北海道に行くのかな、確かそうだったはずなんだけど。そうで呪物展が一回やってて、それについてのお話だったから、ちょっとね見てない人にも伝わるようにこう お話しするにはさ、もう一から説明していかないといけないから、こういうのがあってこういう言われがあってみたいな。それがね呪物だって本当はさ60点だっけ、それぐらいあるわけ。この間の放送30分の間に呪物はわら人形の話と、あと持ってきてくれた壺と黒稲荷の話とか3つぐらいしかしてないじゃん。30分でだから1個10分だとして、でやっぱりね足りないんですよ。600分必要ってことですか60個に触れようと思ったらね、大変ですよ。ということでね、たくさんお話ししていただいた分をアーカイブで残してもらっているので、ぜひぜひまだ聞いてない人聞いてくださいね。はい、じゃあ続いて、こちらは遊撃手石川さんですね。ちゃんとペンネームないけど覚えてるからいいけど、ペンネーム書いてくださいね。よろしくお願いします。伊沢さんこんばんは。前回の田中さん、アプスさんゲスト回、楽しくそして興味深く聞かせていただきました。まず私がへえと思ったのが、呪物というと呪いだったり恨みつらみだったりとネガティブな思いのもと作られたものと思っていたのですが、そういうものだけではないということです。最後のお清めの時間で登場した壺もまさにそういう品でしたね。さて第1回から呪物展に参加されているという伊沢さんですが、番組内でも少しお話が出ていましたが、呪物展に行って何かおかしな出来事がみたいなお話はあったりしますか。私も呪物に興味が出てきたのですが、展示を見に行って意図しないお土産を持ち帰ってしまいそうで怖くて行く勇気がありません、というわけでいただきました。これそう、アプスさんもねこれを伝えたいっておっしゃってたんですけど、呪物っていうとそういう呪いとかのものだと思われがちだけど、そうじゃなくてなんかそのいい意味での願いをこう込めたものとかもあるからって、すごいそれを伝えたくてっておっしゃってたんだけど、そうなんだよ。呪物って字がさやっぱ呪うものだって書くからさ、縁起悪そうって思うかもしんないんだけど、大きく言うと本当にその儀式のために使う道具だったりも入ってくるから、まあ、世界各国のお祭りの儀式で使う幸運のなんとかとかね、そういうのも全部呪物っていう形で作られるんですよ。私そうあれ聞いたんだっけな、お二人、私そのね呪物もさいろんなバージョンがあるわけ。なんかよくわかんないけど不幸をもたらすものもあるし、何かの幽霊がついてるものもあるし、それいわゆる呪術師が術のために作った人工物もあるしっていうね、いろいろあるんだけど、どれが好きですかってお二人聞いて、お二人は結構なんかどれもいいですねみたいな。アプスさんとかはなんかやっぱちょっと歴史背景が見える階段が好きですねとかっておっしゃってたけど、私はねどっちかっていうと願いを叶えてくれる系のものは人工物すごい好きなんだよね。なんか幸運になるペンダントとかさ、あとなんていうの、魔除けのお守りとか、お守りもだから呪物っちゃ呪物だからね、お守りとか人形とか、その幸運をもたらすのは人工物が好きなんだけど、なんかわかんねえけど悪いこと起きるぞってやつはなんかあれがいいな、幽霊入ってます系とか魂入ってます系。だから好きな妖怪のジャンルで言うと私つくも神すごい好きなんだけど、だから年月を経てちょ魂こもっちゃった系のものとかもすごい好き。そう、なんかすごい脱線したな。それでそうだから呪物っていろいろあるんだけど、呪物展に行って今回別に私は何もなく心身健康に過ごしておりますよ。前回のね第2回ぐらいから登場したね、ガンギマリフロッグって名前が付けられたストーカー撃退のためにとある女性がハワイの呪物師に作ってもらって、めっちゃ効き目がありすぎて怖いから手放されたっていうかわいそうなカエルの人形があるんだけど、そいつのねグッズがね
いっぱい出てて今回可愛いから今カバンにガンギマリフロッグのあのキーホルダーつけてます。はい。すごい不思議なんだけどね。だってさ、ストーカー撃退のためにさ作ってもらった人形がさ効果があったのにさ、効果ありすぎたからちょっと手放しますっていう女、許せねえよマジで。何その女。ガンギマリフロッグそれでさ、この恩知らずがっつってバチ当てないのすごい偉いと思うよ。なんかそう、ガンなんか目がすごい、そのガンギ名前はこれ田中さんたちがねつけた名前でガンギマリフロッグって言うんだけど、ガンギマリフロッグさ目がさすごいなんかカッてなってて、お前を呪うぜって顔してるから怖いでしょって説明に書いてあるけど、全然そんなことない。もうめっちゃ頼りがいあるカエルじゃないかと思って、私はガンギマリフロッグだったらちょっとお家に欲しいなって思っています。さてとさあもう一ついきましょう。ホロムシさんからいただきました、ありがとう。しーちゃんこんにちは。こんにちは。前回ゲストに来た田中俊之さんの祝祭の呪物展行ってきました。素晴らしい。初めて呪物というものを見たのですが、さすが呪物というだけあって一つ一つが独特なものばかりでした。中には本当に怖くてあまり凝視できないものもありました。匠の藁人形マジでやばかったです。これね、あの前回の放送の話題になったでっかい藁人形なので僕も写真は撮りませんでした。よしよし。でも解説を読むことで様々な国や地域の文化をまた別の視点から見ることができてとても面白かったです。いただきました、ありがとうございます。私一つそういえばね聞き忘れちゃったことがあったの、お二人に。あの展示の多分さディレクターでディレクションをアプスさんが担当されてるって言ってたから、多分アプスさんのセンスなんだと思うんだけど、その展示されてるね呪物一個一個に説明書きが書いてあるんだけど、その説明書きがねめちゃめちゃ小さい紙にね書いてその呪物のそばに置いてあるのね。でそれを説明を読むためにこうやって顔を近づけるじゃん。で、あなるほどこういう言われのものかと思ってさ顔を上げるとさ、そのちっちゃい紙にちっちゃい字で書いてあるからすごい近距離で近づいてることになってて、顔を振ってあげるとめちゃめちゃ呪物が近くにあるわけ。どうしてこんな小さい字で説明書き書いて貼ってんって、あの第1回目の時から思ってて、このなんかもうちょっと大きく書いてくれればそんなに呪物に近づかなくて済むのになぜって思ってて、それを聞こうと思ってたのに忘れちゃったよ。アプスさん見てますか。どうしてあんな小さい紙に書くんですか。呪物がさショーケースに入っているのもあるんだけど、入ってないで普通になんつうのテーブルにドーンってあるやつもあるからさ、めちゃめちゃ近くまで触っちゃいけないけどめちゃめちゃ近くまで寄れちゃうのよ。説明書きを大きくしたらあんなに近寄らなくてもいいじゃないですか。どうしてですかアプスさん。あれがおしゃれってやつですか。わかんないですけど、まあよかったです、ホロムさんも行ってくれて。またね、あの見るチャンスがありましたらぜひ皆さん行ってください。はい、さてということで、たくさんメールありがとうございました。今後も皆さんからのお便りを紹介していきますので、ぜひ身の回りに起こった不思議なことや好きな怪談のことなどなどいろんなお便り送ってきてください。さあそれではこの後は怪談朗読のお時間です。大学時代からの友人である A さんは年中出張で日本中をあちこち飛び回る仕事をしており、そのついでに各地の温泉に入ることを趣味にしていました。その彼が福島県南部にある古い温泉旅館を訪ねた時の話です。温泉街こそありませんが、四方を山に囲まれゆったりと流れる川のそばに立つ温泉旅館はとても良い雰囲気で、入ると肌がピリピリするような泉質はいかにも効能が高そうでした。夜中に入った大浴場には他に客がおらず、たっぷりとしたお湯を独り占めして大層気分よく使っていたのですが、ふと指先が触れた浴槽の石タイルにざわっ毛のような手触りを感じて
びっくりとしました。ん?と思って目を凝らしてみても、特に変わった様子はありません。しかし、もう一度その場所にそっと触れてみると、やはり何か動物の毛皮でも撫でているような手触りが確かにするのです。急に気持ちが悪くなって、すぐに風呂から上がり、明るい電気のついている部屋へと急いで戻りました。翌朝、朝食を運んできた中井さんに、気のせいだとは思うけど、と前置きをして昨夜の話をしてみました。すると中井さんは、それは、猫柱様でねえだか、と困ったように言いました。猫柱様?昔、この辺りでは、大きな土木工事するとき、人柱を立てる代わりに、意義だ猫を埋めてたんです。それじゃあ、ここの温泉を掘るときにも?中井さんは、曖昧にうなずきました。そのせいがどうがはわかんねえけども、お湯の中で、猫の背中を撫でだっつうお客さんは結構いいんです。撫でると何か、たたりとか、悪いことが起きたりはしないのかな。ぞっとしながら尋ねた彼に、中井さんは目をそらしながら言いました。もちろん、ねえです。お湯の中で触れたざらりとした毛の気持ち悪さが忘れられず、彼は温泉巡りをそれ以来、ぴたりとやめてしまいました。はい、ということでこちらが怪談マンスリーコンテスト、猫にまつわる怖い話より最強小作品の花園メアリーさんの猫柱の湯でございました。今回マンスリーコンテスト、猫にまつわる。ね、ちょっと一つ聞いてもいい?あの、人柱ってさ、その、神様の怒りとかね、そういうたたりとかがないように、まあ、人に生贄になってもらって、ちょっと、これで気持ち収めてもらえませんかっていうやつだから、人柱になる人も、まあ、いやいやとか、結構、なんていうのかな、無理やりだったりもするけど、一応その、みんなのためにっていう代表だからっていうさ、理由で埋められる歴史が多かったはずなんだけど、それをさ、猫にさ、してもさ、猫ちゃんはさ、別に人がさ、得しようがどうしようが関係ないからさ、おい、何勝手に俺のこと埋めてんだ、バカっつって、そんなんつうの。みんなのために私が犠牲になるっていう精神は猫ちゃんにはないと思うの。だからさ、猫ちゃんを柱にしてもさ、何にも効果ないと思うんだけどさ、もしこれが本当にあった事実だったら、許せんよね。許せんと思うし、本当に意味がないと思う。って思うんだけど、どうなの?すごい地域に可愛がられた猫ちゃんだったりするの。それもいや、それでもなおさら、なんで僕がこんな可愛がってもらってたのに、なんでこんなひどいことするんだ、にゃーって。だって、呪うから、絶対この旅館、いいことないと思うんだけど、どういう地域の風習?なんてね、思いましたけど。さあ、じゃあ続いて今日はもう一作品ね、朗読していきたいと思います。こちらも聞いてください。よしこさんが仕事をしていると、背後から若い女性の声がした。不意のことだったので、振り返ろうとしたが、今所属している部署には、自分以外の若い女性はいない。それが、自分に向かって話しかけてきている。ちょうだい?それちょうだい?ねえ。ちょうだいってば。一体、これ、誰の声だっけ?
思い出せない。だが、この声は生きている人のものではないと直感した。生きているのならば、もっと近づいて声をかけることもできるだろうし、もっとはっきりした声で話しかけることもできるだろう。なぜそう判断したかというと、よしこさんには昔から得体の知れないものに話しかけられる経験があるからだ。彼女は自分に向かって何かしてくる得体の知れないものは、すべて素性の良くないものだと考えている。なので、そのまま無視し続けた。就業時間中に何度か声は聞こえたが、翌日からは聞こえなくなった。だが、一点ずっと気になっていることがあった。それは声に聞き覚えがあったことだ。ちょうだい。それちょうだい。一体、誰の声だっけ？そればかりが気にかかって、仕事にも集中できない。声が聞こえた日から3日経って、いとこの訃報が届いた。彼女は交通事故に遭って、病院に担ぎ込まれて、意識が戻らないまま亡くなってしまったのだという。よしこさんの嫌な記憶が蘇った。その彼女は親と折り合いが悪く、しばらくよしこさんの家に預けられていた。その間によしこさんやその両親の部屋から無断で様々なものを盗み出し、それがバレて自宅に戻された経緯があるという問題児だったからだ。ちょうだいと繰り返す彼女は、一体何が欲しかったのだろう。体か、命か。言えばもらえるとでも思ったか。よしこさんは体が冷えていくのを感じながら、葬儀にも墓参りにも絶対に行かないと心に決めたという。ただいまお聞きいただきましたのは、上沼三平太さんのちょうだいというお話でございました。さあ、今回のこれ新刊ですね、マガゴト百物語、こちらに収録されているお話なんですけど、上沼三平太さんなので9月のねイベントのゲストにお呼びしている先生の書いてくださってるお話でございました。怖いね、いとことはいえ、なんかそのやっぱりこうなんていうのかな、血がつながっててもやっぱりこう相入れない人はいるというか、人のものを何でも欲しがっちゃうタイプのね人いますけど、ちょうだい、何もらいに来たんだ、この命なの体なのって、うわーこれゾッとするよね、返事してたらどうなっちゃってたんだろうとかね、自分の体の一部とかさ、なんかこう命とかをね取りに来る系幽霊とか妖怪とかの話って、なんかゾッとしますよね。これはいい怪談でした。ということで、上沼先生お会いできるの楽しみにしております。はい、ということで、今夜の怪談朗読以上となります。今後も怪談朗読してきますのでお楽しみに。それではここで竹書房怪談文庫からお知らせです。ただいま竹書房怪談文庫では、常年渦巻く怪異端心中怪談、沖縄の怖い話が満載の神隠し怪談、怪異と不思議の百話詰め、恐怖箱マガゴト百物語の3冊が発売中です。さらに単行本では VTuber の恐怖体験を集めた VTuber 怪談、配信不可だけど聞いてほしい恐怖体験、そして実話怪談の金字塔新耳袋と超怖い話の初のコラボレーション、超怖い話×中山一郎が絶賛発売中です。また全国書店にて夏の怪談文庫フェア開催中です。私伊沢しおりがおすすめするあなたを沼らせる怪談10選も熱く展開中ですので、ぜひチェックしてみてください。
全国のフェア参加書店一覧は竹書房怪談文庫のホームページにてチェックできますので、これでね、なんか行ってみたけどなかったっすわってことないからね、はい、これ見ていただいてチェックしてください。よろしくお願いします。そして番組からのお知らせです。9月7日土曜日に伊沢しおりの怪談喫茶初の番組イベントを開催します。会場は文化放送12階メディアプラスホール。第1部のゲストに怪談作家の上沼三平太先生、第2部のゲストに怪談作家つくね乱蔵先生をお迎えしてお届けいたします。本日8月10日よりチケットの一般販売を開始しています。ぜひチェックしてください。もうこれ絶対買ってください。よろしくお願いします。以上お知らせでした。お送りしてきました伊沢しおりの怪談喫茶、閉店のお時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。私へのメッセージや好きな怪談のお話など何でも OK です。メールアドレスは怪談アットマーク joqr.net kaidan@joqr.net です。そしてこの番組は隔週更新となります。次回の更新はもう夏も終わるじゃん。8月24日土曜日となります。お楽しみに。またこの番組のアーカイブは放送翌週火曜日の夕方、文化放送 A&G の YouTube チャンネルにアップされますので、ぜひもう一度聞きたいよという方はアクセスしてみてください。さあ、ということで、今日もお清めに行きたいと思いますが、今日はまた松尾貴弘さんがくれてますね。こちらの方法で浄化していきます。嫌なことがあったとか、なんかうまくいかないという時にするおまじないです。ほう、まず念仏を唱える時のように手を合わせます。鼻から深く息を吸って、肺に空気をとどめます。はい、合わせた手の中指の先くらいに息を吹きかけます。息を吹くときは強く長く吹きます。体に溜まった嫌なものを息と一緒に吐き出すイメージのおまじない。あー、なるほど。こうやってってやるだけらしいんだけど、今息を吐くっていうのがラジオ的には分かりにくいかもということで、加えて息を吐くと音が寝るおもちゃを用意しましたって。これいわゆるなんだっけ、ピロピロ笛みたいなやつ。こんなもんでおまじないが効くと思ってんのか。これもじゃあ呪物ということでよろしいのか。じゃあこちらの呪物、パンダさんが書いてありますね。こちらを使っていきたいと思います。まず手を合わせて、これも挟め、そして息を吸う。なんかさ、笛とかプーとか鳴るんでもなく、単純にこのなんか楽しい気分になったのでお清めは成功です。いいね、なんか幸せになる呪物だったわ。それでは今夜はここで閉店します。次回も素敵な怪談との出会いをお楽しみに。ここまでのお相手は伊沢しおりでした。またのご来店お待ちしています。伊沢しおりの怪談喫茶、この番組は竹書房怪談文庫、文化放送 A&G アカデミーの提供でお送りいたしました。